常磐線沿線の計70チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、上野です。誰やねんって思った方も多いと思います。K7 とアンビームがしばらく撮影に行けない状況なので、少しでも楽しんでもらおうと、私、上野が動画を撮ってまいりましたので、よろしくお願いします。今回は、新潟から上野まで、上越新幹線、MAX 特急に乗ってきたってことでお届けいたします。E4系 新幹線は、日本で唯一残った、オール2階建ての新幹線で、1997年から運行を開始した車両です。8両編成同士が連結をした、16両編成になった際、1634人を一気に運ぶことができ、日本の高速車両の中で、一度に多くの人数を運ぶことができる車両です。最高速度は240キロと、JR 東日本の新幹線では、遅い部類になります。今の世の中、一度に大量のお客さんを運ぶより、いかに最速で運べるかを競う時代なのです。また、バリアフリーの観点から、今後オール2階建ての新幹線が製造されるのは、ほぼありません。今回は、新潟から大宮まで平屋席、大宮から上野までは、グリーン車2階席を取ってあります。2階から見下ろす、最後の景色を楽しみたいと思います。Thank you.
さあ、列車は現在、越後湯沢を出てすぐの、上越湖を越えるトンネルを走行中です。私上野は、今日初めて登場して、いきなりこのような動画をお届けしているわけでありますが、実は何度か、私が撮影した動画をこのチャンネルで上げさせてもらったことあります。確か、E655 系のやつと、E2E35 系の動画だったような気がします。そんなことは置いておいて、準レギュラーである、アンビームと共にこれから出演するという予定は今のところなく、今回みたいに、二人か撮影に行けなかったりした時に使っていただければと思います。だけど本音は、ゴマコよりも知識があって、僕の方が使えるので、ケイナナ、アンビーム、上野の三人でいつか YouTube をやっていければと思っています。というのをなんてトンネルの中で話しているのかは謎です。でも、この超越湖を越えるトンネルは、ノーカットで見ていただきたいです。どうしても見たくないという人いましたらば、所定の時間まで飛ばしてみてくださいね。実は上野は、今乗っている E4K 新幹線が大好きなのです。どのくらい大好きなのかというと、K7 か E653K を愛しているくらい、本当に大好きな車両です。なので、絶対乗りたいって心から思い、気づいたら指定席券売機の前にいて、手が勝手に新幹線の切符を押し、買ってしまったのです。まあ、悔いはないので、あと1時間楽しめたらなと思います。
ノが作った初めての動画、いかがでしたか？最後の E4K 新幹線の乗車を終え、もう二度と乗れないと思うと寂しいです。新幹線の高い高架からだと、なかなか景色が見えないが、二階建てのおかげで、堂々と景色が見えました。本当に僕らの夢を乗せてくれてありがとう。そしていつの日か、また僕らを乗せて走ってください。それではこの辺で動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。